何今の兄弟漫才かなんかですか？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでこの先に進んでいったらいいのよね。大丈夫な？本当に。 いやでも行くしか。で、まっすぐまっすぐまっすぐ進んでいきなさいと言っていた。ん？なんか道の色が変わったよ。ん？さらに変わった。これはなんかどんどん明るくなっていってるのか何なのか。ね、色の感覚がよくわからなくなっ、びっくりした。なんか永遠に続くんかと。え？最初のシーンに戻ったんですけど。これはフラウィーじゃ。ふふふ。自分のしたことに満足かい？ま、不満だとしても運命を変えることなんてできないけどね。この世界では殺すか殺されるかだ。あのおばさんはそれを変えられると思ったみたいだけど。君たち人間をあんなに必死に助けようとしてさ。それで結局。自分が死んじゃうんだから。救いようのないバカだよ。うわぁ、なんかもう本当にすげえ、申し訳ない。ごめんなさい。え？何？何？え？え？消えたんだけど。あれはなんか道案内役というかなんというかそういう感じなの。何？何？なんかタイトル。バイ、トゥ、ビー、フォックス。トゥービーじゃないよね。トゥーバイ、フォックス。なんかいきなり横スクロールになった。横スクロールではないんかな。あ、びっくりした。ただの木にびっくりする。これなんかありそう。なんもな、丈夫そうな枝だ。重くて持ち上がらない。マジで？そんな枝すらも持って、え、何？ 何の音？え、なんかす、すごく不気味なんだけど。やだ、助けて。帰りたいとか言わなければよかった。永遠にあの場所にいたかった。え？なになになに？壊れる？壊れる？なんか来た、なんか来た、なんか来た。ね、なんか来たって。ちょっと、ちょちょちょ、殺される、殺される、殺される。おい、人間。初めて会うのに、挨拶もなしか？いや、誰やねん。こっちを向いて、握手しろ。向くの？向いたー。あ、え、何？蹴り落とされる？握手か。足かと思ったよ。何？骸骨。何？何？はは、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたんだ。何それ？もう殺されるかと思ったよ。お約束のギャグだよ。それはそうと、あんた人間だろ？ははは、ウケるな。おいらはサンズ。見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。ちょ、でも。オイル的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくぐれよ。普通に通れるだろ。パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。何のためのゲート？なんか一本どっか折れとったね。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。ランプなんやこれ。生き物かと思ったよ。ちょうど良すぎるやろ、ちょっと。 よう、パピルス。私のために作られたかのようなランプやね。よう、ではない。パズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、未だ何もせず。え、弟よね。勝手に持ち場を離れてフラフラと。こんなところで何をしているの？そこのランプを見てる。いいランプだろ？お前も見ろよ。わざわざ注目させるなよ。そんな暇はない。人間はここを通ったらどうする？人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパビルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なるパビルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れるロイヤルガードになって、ロイヤルガード、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして。かわいいな夢。毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。喋らせるつもり？ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐れスケルトンめ。毎日何もせずに骨クソほじってばっかのくせに。骨クソとは。 そうなると偉い人になれないんだぞ。かわいい。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンなだけに。何そのドヤ顔。 寒。またまた顔が笑ってるぜ。元からやろ。知ってる。悔しいけど。はあ、なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労しないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ。
これが本当の骨休めなんつって。一回一回そのドヤ顔いいけん。もういい。俺様は自分のパズルの管理忙しいんだ。まったく。兄ちゃんは本当に骨の髄まで怠け者だな。にゃははは。結局仲いいんだな。はっ。なに？なに？最後の。よし、もう出てきていいぜ。なに今の兄弟漫才かなんかですか？早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたら、オイラのキレッキレのドジャが再び炸裂するぜ。いや、それはちょっと結構です。ねえ、これ何？警備員の詰め所のようだ。なぜかケチャップとマッソールとピクルスが置いてある。ふんふんふん。ちょうどいい形をしたごく普通のランプだ。ちょうどいい形。が、もう収まれない。この岩は？何もないのか。これ見よがしにここにあるけど。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか？ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの目は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。え、結局？大丈夫。パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。だから一つ、よろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。なんでちょっと悲しげな曲になったの？お。あのランプの形のちょうど良さを思い出す決意がみなぎった。どういうこと？ボックスの道。あれのことかな、ボックス。これは異次元ボックスです。中にアイテムを入れたり取り出したりできます。この先にも同じボックスがあるので、いちいちここへ戻らなくても大丈夫です。ボックスマニアより。誰ボックスマニア？知らんけどありがとう。お、釣りができる、ここで。釣り竿が地面に突き刺さっている。釣り糸を巻いてみる？うん、巻いてみよう。釣り針には変な顔をしたモンスターの写真が引っかかっている。電話ください。これが僕の番号です。電話するのはやめておいた。うん、やめておいた方がいいと思う。釣り糸を元に戻した。そっと元に戻しておく。で、あれ？向こうに行かんかった？おるやん、こっちに。そしたらさ、アンダインがさ、お、見つかったよ。そんなに顔見合わせてもないな。交互だな。あれ、別のやつなんかな、もしかして。似とるだけで。あ、いや、やっぱり、あれ？向こうに行かんかった？兄ちゃん、あれって、ひょっとして人間？ええ、そうです。私が人間です。いや、あれは岩だ。なんだ。見ろよ、岩の前に何か立ってるぜ。ええー、あれって人間？結局、うん。信じらんない。兄ちゃん、俺様はついにやったぞ。アンダインに褒められる。これで、俺様は、人気者、友達いっぱい。要は友達が欲しいんやね。おほん。おい人間、ここは通さんぞ。偉大なるパピルス様が阻止してやるからな。貴様を捕らえて、都に連れて行って、そして、あとは知らないけど、とにかく、貴様、覚悟しろ。にゃはは。どこ行った？うまくいったな。心配すんなって、悪いようにはしないぜ。オイラに任しときよ。あいつの名前が何かはちょっとよくわ、てか、岩消えたね。なんかなくなったね、岩。何これ。ダンボールにナレーションが書いて、何ナレーションって。貴様は思った。これは立派な見張り小屋だと。貴様は思う。一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。チュー、まだ有名なロイヤルガードにはなってないけどね。パピルスか。おぉ、びっくりした。そっか、そういう感じで敵が出てくるんやったね。お笑い長がパタパタ飛んできた。なんだい、お笑い長とは。こりゃどうも毎度。寒い。あー、怖い、すいません。あー、ごめんなさい。お笑い長は客席の空気を読もうとしている。行動は何があるのかな。お、笑ってあげよう。お笑い長のダジャレを聞いて笑った。おもろいやろ、親父め。見たか。親父じゃないけどね。親父ではないけどね。怖い。ちょ。お笑い長は自分のクールなジョークに満足げだ。あ、これでもう逃げれるんじゃない。あれ、あ、びっくりした。見逃す。よいしょ。動くな、絶対。動きます。なにこれ、かわいい。え、なに。なんか動いたか？気のせいか？俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦しねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動けねえようにしてやるぜ。なに、怖いんですけど。
ワンボンに行く手を塞がれた。何、ね、そういう感じな、なんか四足歩行かと思ったのに。行動。なでなで。ワンボンはこちらの動きを警戒している。1ミリたりとも動くな。なるほど、そういうこと。ワンボンは何も見つけられないようだ。なるほど、動かんかったらいいんよね。なでなで。ワンボンはなでた。なでられたぞ。泣いて、抱いて、抱いて、撫でて、抱いて、泣いて、何、どうした、どうした何言ってるかわかんないんだけど一体誰の仕業だ。見えないんだよね、私のことが。マンボウは撫でられた。これで逃げられるの、もう。よし、行きますか。撫で撫でされたぜ。動かねえもんに撫で撫でされたぜ。ダメだ、マネッコジャーキーでも決めて落ち着かねえと。決めるの。おい、誰かいんのか。おい、いません。これマネッコジャーキー。誰かがマネッコジャーキーを決めた後なんよね。うんうん。あ、どうも。よう、一つ大事なことを教えとくぜ。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。青い攻撃が来た時は動かなければダメージ受けないぜ。青い攻撃、あれや、さっきの、ちょっと誰やった、ワンボーか。が使いよったのも青い攻撃やった。あ、そういうこと。覚えやすいように説明するな。信号が赤になったらみんな止まるだろ。信号は赤が止まれたけど、青が止まれたと思え。いや、ややこしいわ。わざわざ信号の話を出すな。な、簡単だろ。バトル中は青が止まれたぜ。なぜ信号の話を出した。ちょ、あれ読みたい。読みたいんやけど。はい。北氷、南氷、西氷、東スノーフルの町と氷。氷だらけやないかーい。お、誰、こんにちは。僕は雪だるまです。見たらわかるけど、僕の夢は世界旅行でも、あいにく僕はここから動けません。悲しい。旅人さん、もしよかったら一つお願いしてもいいですか。僕の体から雪を取って遠くへ運んでほしいんです。え、溶けるでしょ。いいけど。よかった、どうかよろしくお願いします。雪だるまのかけらを手に入れた。僕の調子はどうですか。この前あげた僕の体のかけらのことですけど、多分すぐに溶けると思います。悲しいけれど。ずっとなんかね、毎回毎回こう瞬間移動を、まあこれはね、雪だるまと話をの間に動いたのかもしれんけど。兄ちゃんは怠け者だ。一晩中昼寝をしてたし。それは昼寝じゃなくて普通に寝ただけ。まあね、またそうやって言い訳ばっかり。うひゃ、人間がやってきたぞ。ここは倒産。我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れると、このオーブから強力な電気が発生する。どうだ、素晴らしいだろ。もっとも貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕かましてられるのも今のうちだ。はい、それじゃあ始め。ヒントはないの。自分やん。ちょっと兄ちゃん、何やらかしたの。そのオーブ、人間が持たないと意味ないんじゃないの。あー、そっか、間抜けなの。しかも道をつけてくれてる、ありがとう。はい、じゃあこれ持って。ふんふん。はい、はじめ。これを持ってこの道の通りに進んだらいいということだね。はい。すごい、おのれ、チョコ財団。こんなにあっさりクリアするとは。まあよい、次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンドの作品だからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。これなら間違いなく途方に暮れる。にゃはは。結局お兄さんのこと尊敬してんのか。ありがとな、おかげであいつすごく楽しそうだ。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど、2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ、本人曰く戦闘用ボディーらしいんだけど。ほんと、パピルスってイケてるよな。かわいいね。兄弟愛が美しいよ。ってか誰誰、おかしいな。なんで全然売れないかな。冷たいスイーツを食べるにはうってつけの気候なのに。お、お客さんだ。いらっしゃい。ナイスクリームを一ついかが。ナイスクリーム。舌にひんやり、心はほっこり、美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの15ゴールド。いるいる。じゃあ、はい、どうぞ。素敵な一日を。ナイスクリームを手に入れた。ありがとう。ね、それはいいよ。もういいよ。うん。じゃあ、お友達に伝えておいてよ。
雪深い森の奥にアイスクリームショップがあるよって。ナイスクリームじゃないの？アイスクリームなのね。オッケー。これかパズル。え、なんか転がせる。なんかいるね。どうした？オイラも親父ビジネス始めてみたよ。フライドスノー、5ゴールドポッキリだ。なんだなんだ。オイラ5ゴールドって言った？50ゴールドの間違いだ。ないよ。だよな。それでもまだ安すぎだ。そういうこと？そういうことなの。5ゴールドだったよ、じゃなくて。なんかこれピンボールみたいな感じ。てか、こっから外には出んのや。くっ。これ運んでったらなんか、いてててててほっ。跳ね返りまく、うわよいしょ。跳ね返りまくって移動させるのが難しいんですけど。ほっ。雪の上で滑るのが、あれに落とせばいいってことか。オッケーオッケー。は。へ。さあ、入れ。あー、そっちに帰らないで。よいしょー。お、いい感じじゃない？は。あ、なんか小さくなってきた。やったねー。こっちにもあるよ、こっちにも。なんか旗出てきたけど。動かねえ。ただの雪玉のようだ。でもよく見ると雪の十二面体だ。雪の十二面体とは。紫、自由を奪われても筆を走らせ、ボールに終止符を打つ。何？どういうこと？二ゴールド手に入れた。なんか知らんけどお金ゲットしたわ。よくわからねえ。で、お兄さんのいる方に行けばいいんかな。こっち？え、待てん、これワンボーじゃない？匂いの危険レベル。雪の匂い、雪だるま、危険レベル白。時々黄色になることも。どういうこと？ん？怪しくない匂い、子犬、危険レベル青。地面を転げ回る匂い。変な匂い、人間、危険レベル緑。絶対に始末すること。緑って書いてある色が、なんか全然赤やったんやけど。ハニー。ダーリン。何？どうした？え？何何何何？怖い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 。とりあえずなんか、ワンボーカップルがあっこにはおるってことかな。よくわからんけど。なんとこれは穴だ。知ってまーす。雪が小さくなりよったけど、なんかあれは関係あったんかな。おお、びっくりした。おい人間、カッコはできてるだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろ、地面に。大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。モンスターキッズ文字探し。ブルドッグくん、なんか可愛いんやけど。いや、みんな、隠れた言葉を見つけられるかな？言葉、お。秋、モンスター、ハマキ、冬、スケルトン、タバコ。春、マーメイド、スフギアロ、テニペケナモ。夏、ロボット、熱い。うん。はい。で？兄ちゃん、素通りされちゃったよ。あれ？やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何？クロスワード？聞き捨てならない失言だ。俺様に言わせれば、お子様チャレンジのパズルより難しいものはない。え？お前本気で言ってんのか？あんなの赤ん坊用だ。よくも言ったな。おい人間、貴様はどう思う？どちらの方が難しい？これはこっちに合わせてあげた方がいいんかな、お子様。はっは、やはりな。人間はかなり賢いようだ。お子様チャレンジが難しいと答えた。それが何よりの証拠。にゃーはっはっは。かわいいな。さっきはお子様チャレンジって言ってくれた朝だっけ。ファビルスのやつ、昨日は星占いを解こうとしたんだぜ。どういうこと？解けないから星占い。いつかネズミはスパゲティを温める方法を見つけるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。この世界のスパゲティ広場とは。この世界のネズミはなんかいろいろと期待をされているのね。チュ。凍ったスパゲティだ。凍りついていてテーブルから取れない。コンセントの抜けた電子レンジだ。すべてのボタンにスパゲティと書いてある。スパゲティ専用電子レンジ。パピルスの書き置きだ。おい人間、このスパゲティを食べやがれください。貴様は知らないだろうが、これは罠だ。まんまと引っかかったな。食べるのに夢中になって先へ進めなくなるぞ。またしても偉大なるパピレス様のドッキリにはまったな。にゃははのは、パピレス。全部書いとるあたりかわいいか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかね、あのおばさんを殺してしまって、めちゃくちゃなんか何シリアスな展開になってくんかと思ったら、このスケルトン兄弟のおかげでめっちゃ楽しいんだけど。いいね、超明るくなってきたね。